青番周回ココーナーーーナナからですここは中部勢が前受けを選択そして4番手からここで村田が動いてまいりましたゆっくりと上昇は5番車の村田美月さあ打賞の周回に入りましてここで5番の村田が抑えてさあ2番の松崎松崎がここは前を取っていいんで粘っています。 さあ23番手が並走状態三谷の位置が無風とはなりませんこの後ろも伊原と吉村でもつれてあとは6番の坂本が更足の4番手で最後尾が7番の小橋です前から飛びついたのが2番車の松崎さあ5番の村田は流すような感じあとは7番の小橋が一発あるかどうか。 さあこの辺りで徐々にペースアップは5番の村田残り400を切りました飛ばす5番の村田瑞希さあそして23番手は依然として並走状態となっていますさあこの辺り決着がつきません逃げる5番の村田内が2番の松崎アウトコースが3番の三谷誠司さあこの辺りは3番の三谷が踏み勝ちますかあとは後ろから4番の伊原が縦に踏むような感じで4コーナーを回ってくる先頭は5番の村田村田先頭で5塁2着は6番の坂本か